いや、おはようございます。今日はですね、一般質問、これから、今9時半ですけども、11時から私の質問タイムに、突入する予定です。今日はですね、いくつか質問するんですけども、やっぱコロナがですね、明けて、今県財政、これどうなっていくのか、国からの交付金が減る中どうなっていくのかっていうことですとか、あとスサノオマジックですね、これをですね、県を挙げてやっぱり応援していこうという質問をしたりですね、あと LGBTQ 関係、国の法律が可決しましたけど、県としてもしっかり対応してほしい、こういったところを質問していきたいと思っています。それでは間もなくちょっと準備があるんで行っていきたいと思います。頑張ります。原拓。どうも、原拓や SNS スタッフです。議場内がですね、撮影録音が禁止となっていますので、ここからは、原拓也が機械でどのような質問をして、どのような答えをいただいたのかということを、簡単に説明させていただきたいと思います。冒頭でもですね、原拓也が、何個か、質問の内容を挙げていましたけれども、今回はネーミングライツについて、簡単に説明をしていきたいと思います。ネーミングライツとはですね、契約によってその県の施設の名称に企業名や商品名などでね、愛称を付与させる代わりに、ネーミングライツを取得した企業等から対価を得るということですね。要は施設の名前に、企業が名前を付けれます。要は広告的な意味合いがあると思いますね。で、なんでネーミングライツを行うかというとですね、それが県の収入につながるということですね。島根県としてもですね、やはりどんどんお金を稼いでいかないといけない。島根県は毎年20億円が赤字ということになっています。でこれをですね、借金とか国からいただいているお金でなんとかやりくりをしている。で島根県としてもですね、これをなんとかしていかないといけない。島根県もどんどん稼がなきゃいけないということを原拓也は言っています。その一つの手段としてネーミングライツということがあるわけですね。代表的なのは京セラドームとかですね、鳥取県だと、鳥銀文化会館とかですね、そういったのがあると思います。それで今回原拓也はですね、県議会の一般質問でこのネーミングライツを取り入れてはどうかということを丸山知事に訴えたところですね、丸山知事が県財政にとって大切な視点だと、企業側のメリットが見込まれる施設を精査し募集を行うことを検討するというふうに述べられました。ネーミングライツ自体の収入はその借金を賄えるほどではないかもしれませんが、原拓也としてはこういうできることをどんどんやっていこうという姿勢だと思いますね。そして、ダメだったらやめればいい、どん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 県のためにできることをちょっとでもやっていこうよという質問でした。原拓。本当ありがとうございました。一般質問終わりました。今日はですね、ネーミングライツ、例えば県民会館とかアクアスとか、ああいうところにネーミングライツを設定したらどうかっていうことでですね、知事が、具体的にこれから検討して動いていくという答弁があったので、非常に、嬉しく思います。しっかり島根県ですね、財政力弱いんですけど、そうやってこう稼ぐことに力を入れていけば、もっともっと島根県豊かになれると思うので、行政がまず率直ですね、率先してやってほしいと思ってます。今日はそれが成果だったと思います。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。